君を壊して地獄へ帰る。自我を持ったバーチャルアイドルミュウによって作られた世界メビウス。ここに囚われた人々は辛い現実の姿を忘れ、全てが叶う理想の高校生活を送っている。そんなメビウスにあって、ここが現実ではないと気づいてしまった男女9人。彼らは理想の世界を捨て、現実に帰るための部活動帰宅部を結成する。帰宅部活動開始だ。個人宛にメッセージくれたし、いいわよ。俺たちだけ現実に返してくれないかな。なんか美味しいものおごってもらえますからね。俺くらい朝飯前だぞ。やらないといけないことがあるんです。この顔がそんなに気に入らないのか。写メ撮るから笑って笑って。僕もついてっていいですか。ちょっと言う、大事な人のこと忘れてくれちゃってない。現実に帰る方法、たとえそれが自らを救ってくれたアイドルを殺すことであったとしても。空想を可視化して行動を予測、コンボをつなげてイマジナリーチェーンを決めろ。メビウスには500人以上の個性を持った生徒たちが生活をしている。それぞれ悩みを抱えており、交友関係を深めることでスキルを獲得することができる。帰宅部に立ちはだかるオスティナートの学士たち。僕たちはミュウを殺さなければならないかもしれない。たとえ相手が僕たちの幸せのために歌い続けたアイドルだろうとな。プレイステーションビータ専用ソフト、カリギュラ、2016年6月23日発売予定。豪華4大予約特典、全10曲を収録したフルアルバム CD、 書き下ろしを収録したビジュアルブックレット、水着衣装がダウンロードできるプロダクトコード、スペシャルイベントに参加できる応募券がついてくる。だってみんなが望んだんだよ。私はその通りにみんなのために頑張ってる。